実は僕義務教育受けてないんですよね。カルジラ始めます、リベラ駅です。今日もよろしくお願いします。今日はね、伝えたいことがあって動画を作らせていただきました。小学校を行かずに不登校で YouTube をされている YouTuber さん、天才少年革命家ユタポンさんがね、ついに中学生になったみたいで、この方はね、2年前から YouTube 活動を始めて、初めは宿題をやらへんかったことを先生に怒られたってことで、それが嫌で不登校になって、小学校に通っていることがロボットに見えたっていうね。なんかすごいこと言っちゃってあるけど、小学校行かずに YouTube 活動をされている方がいらっしゃるんですけど、2年前もね、僕別のチャンネルで活動してた時にユタポンについてっていう動画上げさせていただいたんですけど、ユタポンという学校に行かずに、ありがたいことにみんなのおかげでたくさん再生されてて、コメントとかいただいてて、それ読んでて、ゆきさんの今思ってることとか言ってほしいっていうコメントとかたくさんあったんですよ。改めて今回この動画を作らせていただきました。僕冒頭でもお話しさせていただいたんやけど、僕義務教育受けてないんですよ。これ本当の話で、まあ後で理由は説明させていただくんやけど、今回お伝えしたい話は、義務教育を受けなかった男が言う、どんな危険な出来事が身に起こるのかっていうお話をさせていただきたいと思います。それでは紹介、いくでー。お前なんで義務教育受けてないんだよって話ですよね。はい。じゃあ説明させていただきます。僕、活動名、リベラユキって名前で活動させていただいてるんですけど、このリベラっていうのはね、実は本名やねんか。正確にはミドルネームで、僕ハーフなんですよ。まあ、概要欄のプロフィールにも書いてるんやけど、あんまり知らない人がいると思うんですけどね。それで、おかんが海外の人やから、よくフィリピンに帰省してたんですよ。その兼ね合いで、日本の学校にあまり行けなかったんですよ。なんかそれってさ、親としてどうなのって、親が教育受けさせてないやんみたいな言われるかもしれんけど、そういうことじゃなくて、一応フィリピンの学校に行くっていう方法も僕にはありました。まあそういう案内もあったんですけど、フィリピンの学校には行かなかったです。まあなんでかというと、僕半分フィリピンの血が流れてるわけやけど、心は日本人なんで、ちょっとフィリピンの人たちと、まあなんやろ、馴染めないというか、現地の子供たちと一緒に勉強して学んでっていうのが、なんかちょっと苦痛というか、なんかできなかったです。それでフィリピンの学校には行かず、でフィリピンにいてるから日本の学校にも行けないっていうことで、小学4年生ぐらいまでもう全然学校行かなかったですね。それで小学4年生の頃には、まあ、僕がちょっとフィリピンに馴染めなかったから、もうずっと日本に帰ってきたんやけど、いざ日本の学校しっかり行き始めて、やっぱ同級生はなんであいつだけ学校行かないでいいんだよっていう特別感がね、ちょっとずるいって思われちゃってたみたいで、まあいざ行き始めたらいじめの的にあっちゃいまして、まあそっからなんか学校が嫌になって全然行かなくなりました。中学校に上がっても、まあ環境を変えれなかった。結局学校行かずにもうずっと家に引きこもって、メープルストーリーっていうゲームをひたすらやってましたね。そうなんですよ。メープルストーリーが昔めっちゃ好きやって、この動画の BGM もメープルストーリーの BGM なんですよ。でね、当時の学校の先生がすっごいいい人やって、ほぼ毎日電話くれたりとかして、すごいいい先生やって、まあそれのおかげで学校ちまちまは行けてたんですよ。完全に引きこもってたってわけではないんですよ。でも学校行っても睡眠時間削ってまでゲームしてたからさ、いざ学校行っても眠くて、授業中はずっと寝て、もうマジで学校で授業もろくに受けてないし、友達と遊びに行ったりとかも全然してなかったです。っていうことから、僕は小学校中学校と全然義務教育を受けてないっていう人間になっちゃったんですよ。それに対して当時は何も持ってへんかったんやけど、だってさ、学校行かずにサボって家でずっとゲームできるんですよ。もうめっちゃ楽しいじゃないですか。だから本当に何も持ってへんかったんやけど、ただ大人になって今正直思ってるのは、義務教育しっかり受けてなかったことはめっちゃ後悔してますね。もう本当にね、タイムスリップできて、いつに戻りたいって言われたら、義務教育を受けるとき、小学校のときから戻りたいですね。そのレベルで僕は義務教育受けなかったことを後悔してます。前置きが長くなっちゃったんやけど、今から義務教育を受けなかったことで、なんで後悔しちゃってるのかっていうのをお話しさせていただきます。よかったら、ユタボンさんに届いたらいいなって思って喋りますね。なんで後悔してるかっていうと、理由はすっごい単純なんですよ。大人になってから、あの時受けた授業の勉強や、学校での集団行動って、これ必要なことやったんやってすっごい分かっちゃう瞬間たくさんあるんですよ。後悔する瞬間がめっちゃありますね。例えばじゃあ、まあ、国語の話にしようかな。国語って単なる漢字覚えたりとか、読み書き勉強したりとか、当時はこれ何の意味があるんだよって思ってたけど、大人になって分かったのが、あの時の勉強によって、
普段のコミュニケーションとか理解力とか言葉の使い方、語彙力、そういうコミュニケーションにおいてすごい大事なこと学んでたんだな俺らっていうのが分かっちゃうんですよね。こんなに大事なことってあの授業にたくさん詰まってたんやなって今は感じてます。もう本当に人と喋るのが苦手な人間になっちゃったんですよね。なんていうか、自分が普通に喋ってるつもりでも相手からはこいつ何言ってんだろうって思われることが多かったり、空回りするようなこと言っちゃってこの人変な人だなって思われて、高校生、大学生、大人になっても友達がなかなかできないっていうね、辛い日々を送ってたかなっていうのは思います。数学だってね、この数式大人になっていつ使うんだよって思うことめっちゃあったと思うんですよ。それに対しては大人になってもいつ使うんだろうこれっていうのは今も思ってるけど、数学をやることでこう自分で考える力とか、考えて答えを出すっていう対応能力というか人間性というか、なんかそういう考える力が身につく授業だったんだな、大人になって必要な授業がねすごい詰まってたんだなっていうのは今めっちゃ感じてます。ユタボンさんは時代が変わって読めない漢字とか読めない英語とかをググればええやんっておっしゃってるけど、まあ確かにそれはまあそうではある、うん、それはそうやねんけど、でもね、漢字とか英語とかで意味が分かってないだけで壁っていうのはたくさんあるよね。だってさ、例えば漢字だったらさ、読めなかったら文章をかんくぐったらいいかもしれんけど、漢字の意味は分かってないわけやん。なんでね、メールとかで文章を読んでてもその漢字の意味が分かってないせいでなんか違う意味とか違う捉え方しちゃって、それで変なコミュニケーションになっちゃったっていうことは結構ありますね。ユタポンさんパパはさ、家で勉強させたり YouTuber 同士コミュニケーション取ってるから学校行かなくても大丈夫っておっしゃってたけど、やっぱ学校で同世代の人とコミュニケーション取って同じ時間を共有することでなんか得れるものってあると思うねんか。僕は学校行かなかった分ネットでコミュニケーション取ってたから寂しい思いしてへんかった友達はいるって思ってたけど、同世代の人ではなかったし、同世代の人と同じことを一緒にやってその人たちがどういう考えを持ってるのかなとか、些細なことやねんけど、そういうのをね見て感じるだけで人間ってねすごい変わってくると思うんですよね。僕はそれをしてこなかった人間なんで、同い年ぐらいの人たちと喋るのは結構苦手です。喋るのもマジで苦手なんですよ。今この YouTube 見ててお前喋れてるじゃんって思うかもしれんけど、実はこの動画もね見せちゃいます。見せるか、よいしょ。こういう感じで撮影前に 3,4 時間ぐらいかけて台本書いてるんですよ。もうこうやってね、一言一句台本書かないと喋れないし、台本書いてても自分で言ってることはわからんくなって、カットしまくってやっと一個の動画ができてるって状態なんですよ。実はもう今この時点で僕、カメラ1時間以上回してるんですよね。それにね、このままじゃダメだってことで、見て、こういうさ、社会人の漢字ドリルっていうやつ買ったり、まあこれとかつまずきやすい日本語とか、こういう本買ったりとか、漢字検定7級、小学4年生が受けるやつですね。あれを今やってますね。15年前にやることを今更やってるんですよ。なんでこうやってね、後から取り戻さないとっていけなくなっちゃうんで、義務教育は本当受けた方がいいなって僕は思ってます。ごめんね、今日の動画めっちゃ長いよね。もうちょっとで終わるから許して。じゃあ最後に、結局ユタボンさんはどうしたらいいのっていう話をさせていただきたいと思います。でね、僕ユタボンさんに思うことがあるんですけど、結構ね、ユタボンさんの動画割と見たんですけど、ユタボンさんってさ、結構しっかりしてる子供じゃない？だってさ、なんかいろんなとこから叩かれちゃってるけど、僕からしたらさ、10代で YouTube をめっちゃ頑張って、いろんなとこからバッシングを受けても、しっかりそのバッシングを見て、自分の意見をちゃんと思って、まあ発信するときは発信して、それがいい悪いは一旦置いといて、でもそういう自分の考えしっかり持ってるし、思ったよりしっかりしてる子だよねって僕思うんですよ。いろんな YouTuber さんも結構コラボしてるじゃないですか。っていうことはさ、そういう人たちも認めてる人はたくさんいるっていうことは、やっぱすごい人なんだなっていう僕は思ってます。とではさ、親からマインドコントロールされてるとか、親の収入源とかめっちゃ書かれてるけど、ユタポンさん自身に対してはすごいなって思うことはたくさんありますね。なんで今回も YouTube チャンネル続けてほしいんですよね。でもユタボンさんがもっとすごくなる方法があるとしたら、ちゃんと学校に行ってちゃんと義務教育受けたらもっとすごくなると思うんですよ。だってさ、それを受けてない時点で今すごいんですよ。っていうことは、ちゃんと学校に行って義務教育っていう普通っていうことね、っていうことを学んで、学校に行ってる人がロボットに見えるっていうんだったら、ロボットたちの気持ちを理解した状態で、俺は違うんだ、この世はおかしいって発信できたら、普通を分かった状態で発信できる。これめっちゃすごくないですか？普通が分かった状態でやる異端な行動、絶対もっとすごいと思うんですよね。
って僕は思いますんで、よかったらもしユタボンさんに届いたら参考にしてほしいなって思います。あ、ごめん、あともう一つユタボンさんに思うことがあるとしたら、ユタボンさん YouTube っていう言い方かっこよくない？動画を YouTube にアップしてんけど、今回こんな感じなんですけど、まあ、今回僕の体験談が長くなっちゃったんですけど、まあ、本当に思ってることなんで、よかったら参考にしてください。っていうことで、まだまだ不慣れなチャンネルですけど、頑張って YouTube 投稿してますんで、ちょっとユタポンさんの知名度に便乗してしまう形になっちゃうけど、頑張って投稿しますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。よかったら Twitter とインスタもフォローしてほしいんですよ。僕どうしても喋るのが苦手なんで、Twitter とかインスタやったら文章じゃないですか。なんかそっちやったら結構ね、喋れたりするんで、みんなとお話しすることができるんで、よかったら Twitter、インスタフォローしてくれたら嬉しいです。お願いします。皆さんの思ってることをよかったらコメントで教えてください。割といいこともあれば悪い意見とかあると思うんで、素直に書いてほしいです。この2年前に上げた動画もね、たくさんの人に見られて、たくさんの意見聞いて、僕全部返事するから、今回の動画も全部返事するんで。っていうか2年前と今僕めっちゃ変わったよね本日は高等会に行ってやってくれて本当にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。